神が人類に与える罰なのか、それとも自然界の文明に対する反撃なのか、私たちには知る由もない。生きるために私たちは変化を求め始めた。そうして一部の人間は文明の結晶で命の鎖を解き放とうとした。一方、古くから世界に存在する何かが別の生きる道を示した。別の一部の人間は新人類となって、神と共存する新たな時代を迎える準備ができていた。私たちは生き続ける権利を勝ち取った。が、ここからが真の戦いに。我が槍を止めてみろ。幸運がありますよ。ヴィレッティ、ご神尊長、すべてを蹂躙するのだ。方法はお任せください。立ちふさがる者すべてバラバラに引き裂いてしまう。みんなと一緒に戻ってくる。上空に隠した。出発しようか。全員注目、戦闘準備。